ブラジルから来た少年は、1978年のイギリスアメリカ合衆国の SF スリラー映画。フランクリン・ジェイ・シャフナーが監督を務め、グレゴリー・ペック、ローレンス・オリビエが出演している。アイラ・レビンの同名小説の映画化作品であり、第51回アカデミー賞では3部門にノミネートされた。ナチハンターの青年コーラーは、パラグアイで開催された。 旧ナチス島院の会合に潜入し、そこでアウシュビッツ収容所の主任医師だったヨーゼフ・メンゲレを目撃する。コーラーはウィーンにいる古参ナチハンターのリーベルマンに情報を伝えるが、リーベルマンは情報を疑い取り合おうとしなかった。会合の様子を録音したコーラーは再びリーベルマンに電話をかけるが、党員たちに発見され殺害される。 メンゲレは9カ国に点在する94人の公務員を殺害する計画を党員たちに告げ、西ドイツの郵便局長を手始めに標的を次々に殺害していく。リーベルマンはコーラーの情報をもとに調査を進め、犠牲者の未亡人の元を訪れ、そこで黒髪聖岩の子供と出会う。少年は全員同じ特徴を有し、容姿だけではなく声までも同一だった。 調査を進めるリーベルマンは、殺害された公務員は全員65歳前後で息子に対して、冷淡暴力的な態度をとっていた一方、母親は42歳前後で息子を溺愛していたことが判明する。彼は、養子圧旋会社に勤務する元ナチスのフリーダ・マロニーから、少年たちが特定の条件の過程に養子に出されていたことを突き止める。 さらに生物学研究所のブルックナー教授のもとを訪れたリーベルマンはそこでメンゲレの計画の全容に気づく。メンゲレはアドルフ・ヒトラーのクローンを生み出すためヒトラーの DNA から生み出された少年を北欧系の家庭に養子に出しヒトラーと同じ家庭環境下においてクローンを育成しようとしていた。彼が養父たちを殺害していたのは 息子に対して暴力的だったヒトラーの父、アロイス・ヒトラーが65歳で死んだことを再現するためだった。リーベルマンが調査を進めていることを知った。ナチス上層部は計画の中止を通達するが、メンゲレは通達を無視して計画を続行する。上層部から派遣されたセーベルト大佐はメンゲレの施設を破壊して証拠を隠滅するが、すでにメンゲレは逃亡していた。 メンゲレは、ペンシルベニア州ランカスターニュープロビデンスで暮らす、クローンの一人、ボビー・ウィーロックの自宅に向かう。彼は、ボビーの父、ヘンリーを殺害し、ヘンリーのふりをして、リーベルマンの到着を待ち構える。リーベルマンは、ウィーロック宅に到着して、ヘンリーに面会しようとするが、ヘンリーに憤していたメンゲレに銃撃される。重傷を負ったリーベルマンは別室にいたドーベルマンを、解放し、 メンゲレはドーベルマンに襲われ、重傷を負う。そこに、ボビーが帰宅し、血まみれの二人を見て、趣味の写真を撮り事情を調べる。ディーベルマンはメンゲレが父親を殺したと告げ、ボビーは別室に向かいヘンリーの死体を確認し、ドーベルマンにメンゲレを殺すように指示する。メンゲレを殺した後、ボビーは警察に事件を公害しないという条件で、ディーベルマンを助けた。 病院で療養しているリーベルマンの元をアメリカのナチハンターのベネットが訪れる。彼はリーベルマンに対しメンゲレの計画を公表するように進め、クローンを殺すためにメンゲレの死体から回収したクローンの名簿を渡すように要求する。しかしリーベルマンはクローンたちが罪のない少年であることを理由に引き渡しを拒否し名簿を燃やしてしまう。その頃、ボビーは 自宅の暗室で写真を現像し、いいできたと言いながら、メンゲレの死体を見つめていた。グレゴリー・ペック・ローレンス・オリビエ、カッコ内は日本語吹き替え、フランクリン・ジェイ・シャフナー原作の、ブラジルから来た少年は1976年に出版され、ベストセラーとなった。同年8月に、映画制作者、ロバート・フライヤー、マーティン・リチャーズ、メアリー・リー・ジョンソン、 ジェームズ・クレッソンが映画化の権利を取得し、ルーグレードと共同で映画を制作することが発表された。フライヤーは同時期にサスライの公開の制作にも参加していた。リチャーズによると企画当初はロバート・マリガンを監督に起用する予定だった。フライヤーは映画について主題はナチスではないと述べており、主題はクローン製造。 つまり従来の事実を論理的に拡張したものです。そして、二人の男が互いに抱く、憎悪の心についてですと語っている。1977年5月に、ローレンス・オリビエが出演することが発表され、この時点で、フランクリン・ジェイ・シャフナーが監督に決まっていた。同年7月には、グレゴリー・ペックの出演が発表された。この時期オリビエは、病気を患っており、 自分の死後の妻子の生活を保障するために高額な出演料を得られる映画に積極的に出演していた。一方、ペックはローレンス・オリビエと共演したいという理由のみで悪役であるヨーゼフ・メンゲレ役を演じることに同意した。ジェームズ・メイソンはもともとメンゲレ役またはリーベルマン役に興味を示していた。リリー・パルマーはオリビエと関わる小さな役柄で出演している。 ヒトラーのクローン役に起用されたジェレミー・ブラックは役作りのためニューヨークにある20世紀フォックスのスピーチスタジオで英語とドイツ語のアクセントを学んだ映画の舞台は大半が南米だがフライヤーは南米での撮影が論理的に不可能だったためポルトガルのリスボンで撮影を行った1977年10月からポルトガルで撮影が開始されイギリスと アメリカ合衆国で追加撮影も行われている。主な撮影地はディスボンの他にロンドン、ウィーン、ケルンブラインダム、ランカスターである。メンゲレ・トリーベルマンの抗論シーンはオリビエの健康状態が悪化していたため、撮影に3日から4日の日数を要した。ルーグレードは映画の結末が残酷すぎると感じて不満を抱いていた。彼は結末について抗議したが、 監督のシャフナーから意見を却下されている。ロッテントマトズでは32件の批評が寄せられ、支持率69%、平均評価6.3、10となっている。メタクレッティックでは7件の批評に基づき40、100の評価となっている。バラエティ氏は、グレゴリー・ペックとローレンス・ソー・リビエ教という二人の素晴らしい仇役を揃えた、ブラジルから来た少年は、 二時間、近い時間の大半にわたり心を足づかみにする、サスペンス満載のドラマを提供しますと批評している。シカゴトリビューンのジン・シスケルは1.5、4の星を与え、映画は時代遅れの最悪の映画制作であり、想像できる限り最も偽りのある物語の一つ、と批評している。ロサンゼルスタイムズのチャールズ・チャンプリンは、まるで安っぽい三文小説だ。 豪華に作られたものの、それは、土曜日のシリアルのような、薄さだった。ブラジルから来た少年の腹立ちの要因の一つは、前提となる生物学的可能性を認めたとしても、ヘイウッド・グールドの脚本は提起された興味深い、問題に全く向き合っていない点であると批評している。ワシントン・ポストのゲイリー・アーノルドは、積み重ねられた、サスペンス、探偵のような役割、疑似科学的な施策、 歴史的な願望の実現といった、粋な大衆娯楽の結合と批評している。ありがとうございます。